毎度、徹子です。韓国のムンジェイン大統領の奥様、キム夫人の特別活動費不正利用問題は、新しい局面を迎えています。青瓦台が、裁判所の情報公開命令に控訴したことで、キム大統領夫人の不正がバレることを回避することができたのですが、大統領府高官が5分でバレる嘘をついたことで大変なことになっています。ニュースの詳細。ムンジェイン大統領の妻、キム・ジョンスク夫人の衣装代をめぐる論議に関連し、青瓦台は、30日午前、ラジオ番組でのインタビューで、私費で負担し、カードで支払ったと主張した。ところが、同日午後、諸村 .com が、複数の購入先に取材し、5万ウォン紙幣で現金決済したとの証言を報道すると、青瓦台は、同日夜に説明を一変させ、領収書まで発行するよう指示したと主張した。しかし、これも、購入先の話とは内容が異なっていた。キム夫人は、支払いを証明する領収書を求めたことはないというのだ。チョソン .com は、31日、文大統領の任期中に、キム夫人に韓服を販売し、1000万ウォン、約100万円を受け取った A さんに、キム夫人に韓服を販売した時、領収書を発行したか、と尋ねた。A さんは、何の領収書を、私がなぜ発行するのか、と聞き返した。発行していないということか、と再度尋ねると、A さんは、領収書を発行するよう言われれば、今からでも発行できると話した。つまり、領収書の発行を求められていないため、発行しなかったというわけだ。青瓦台は、キム夫人の衣装購入時の決済について釈明しているが、これが、さらなる論議を呼んでいる。青瓦台のタク・ヒョンミン議定秘書官は、30日朝、韓国 TBS のラジオ番組、キム・オジュンのニュース工場に出演し、すべての衣類と装飾品は、私費で負担し、カードで決済したと主張した。しかし、諸村 .com が取材した結果、これまでに、キム夫人に、衣類や靴を販売した複数の店は、すべて、現金で代金を受け取っていたと証言した。韓服を2回販売した A さんは、5万ウォン紙幣の入った封筒で、それぞれ700万ウォン、70万円と、300万ウォン、30万円を渡された。また、靴15足を販売した靴職人も、同様に現金で受け取ったという。このことが報じられると、青瓦台は説明を一変させた。青瓦台の関係者は、記者団に対し、夫人が自費で、現金で支払ったものだとして、領収書まで発行するよう指示したと聞いている。問題になることはないと主張した。しかし、販売者の A さんは、領収書を発行した事実はないとして、青瓦台の主張に反論したわけだ。とのことです。いい感じ。ムンジェイン大統領の奥様、キム夫人の服飾非公開請求を裁判所が却下して非公開処理したのですが、昨年10月に、裁判所が、一部公開の命令を下し、青瓦台は、これに反発して控訴しました。これで、同事件は、二審裁判所に送られたため、文大統領の任期中に情報が公開される可能性は、ほぼ不可能になってしまいます。しかし、これで終わらないのが韓国です。大統領府高官が5分でバレる嘘をついたことで、ムンジェイン大統領夫人の服飾費問題が、新しい局面を迎えています。キム・オジュンのニュース工場という番組は、韓国左派の太鼓持ち番組ということで、何らかの不正や疑惑が出た時に、この番組に出て釈明するというのが恒例になっています。疑惑について一切追及されないので、政権のプロパガンダ番組というわけです。元慰安婦に支給されるべき援助金を搾取していたユン・ミヒャンが雲隠れしていった時でも、この番組にだけは出演しています。パーソナリティのキム・オジュン本人は、バリバリの左派で、陰謀論だろうが何だろうが、左派に有利になることなら取り上げることで知られている人物です。軽貿易が日本に負けたと韓国メディアが騒ぎ出した頃に、日本は感染者数を隠蔽しているとか、日本の検査キットはデルタ変異体を検知できないとか言ってたのもこの人物です。で、大統領府高官が出演して、一方的に文政権の立場を国民に伝えることに利用しているのですが、この番組で、キム・ジョンスク氏の衣類、アクセサリー類は、すべて私費でカード決済していると述べて、私費決済だからプライベート、
プライベートなので、明細を提示する必要はないと主張しました。それじゃあ、なんで、裁判所からの復職費公開の命令に対して控訴したんだという話にもなるのですが、そういう都合の悪いことは頭にないので、完全にスルーしています。ほんで？そんなに言うなら、店に行って直接調べてみようというノリで、キム夫人が商品を購入したとされる店舗を調査してみたら、うちは現金で決済しました。領収書は発行していませんという店ばかりということが判明します。100歩譲って現金決済を許容するとしても、領収書を発行していないというのは不思議ですね。大統領府に支給されている特別活動費は、国防や外交、安保などに使われるため、支出に際して領収書が必要ないことで知られているのですが、これと関連性があるのでしょうか。現金決済で領収書を発行していないことがバレると、左派側からは、一般庶民もシャネルのバッグを買っているこの国で豪華な服装をすることに何の問題があるのだと、キム夫人の復職費を擁護する声が相次いでいます。復職の中身をどうこう言っているのではなく、政治活動費として使われるべき特別活動費を大統領夫人の復職費に流用したことが問題視されているんです。大統領府は夫人の復職費の公開要求を、特別活動費は使われていない国家機密だと言い張って公開要求を拒否していますが、任期終了までこの言い訳を続けるのは無理なんじゃないかな。パク・クネ前大統領とは違い、自分は清廉だと主張して大統領になったムン・ジェイン大統領ですが、嘘を言い続けるのは限界に近づいているのかなって思います。こちらがお隣さんの反応です。キム女子を逮捕しましょう。憲政史上初めて大統領の妻が逮捕される。ムンジェインも後についていきましょう。特別活動費のために官房に行った人が何人いることか。ムンジェインは夫人の衣装代を国家安保だと言ってもみ消してそのままやり過ごすつもりらしい。パク・クネの衣服代が7億ウォンだとかと言われて、裁判の過程で在任期間中に計4600万ウォンで、それも私費で購入していたことが明らかになりました。パク大統領の服は本当に質素でした。青瓦台の廊下、電気代まで気を使っていたパク・クネを罵倒しておいて、そのままやり過ごせると思っていたのですか。パク・クネは大統領で、キム夫人は大統領の配偶者だ。どうして特別活動費で服をあんなに着なければならないのでしょうか。ムンジェインの年俸は2億ウォンもないのに、キム夫人が着用した全ての服飾費を合わせると年俸以上の費用になる。パク・クネは大統領なのに7億ウォン使ったからとムンジェインが大騒ぎしていたのに、自分の妻が衣装代としていくら使ったのかを非公開にするなんて本当に呆れてしまう。自分たちは青瓦台での生活期間中、歯ブラシも私費で購入すると言っていたのに、移民した娘を内緒で呼び寄せて青瓦台で養っていたことがバレましたよね。娘と孫はなぜ青瓦台に居候しているのか。特活費公開は行政裁判所の判決であり、国民の税金の用途は国民の知る権利だ。以上が国民の反応です。なんでちょっと調べればすぐにバレるその場しのぎの嘘を平気で言ってしまうのでしょうか。いけないことですが、バレるのを恐れているのであれば、事前にお店にお金を握らせて口裏を合わせるとかしないのかな。今度もひいきにするし、高額な商品を買うから黙っててとか言えば一頃だと思うのですが、韓国国民を騙し通すことができると思っているみたいですが、こういう5分でバレる嘘をついて国民から批判を浴びるというのは韓国の文化なので仕方のないことなのかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。